はい、オリオンです。今回はこちら。はい。自動販売機の中には大量のゴキブリが住み着いているということです。検証したのはですね、大阪の某大学の研究グループ。飲料自動販売機の内部に粘着式の罠を仕掛けたところ、ゴキブリなどの害虫が90匹近く捕まったと。しかも、その昆虫らからですね、食中毒の原因となる菌まで検出されたと。紙コップ式は汚染の可能性があるそうです。でも、ゴキブリが飲料の中に侵入することは考えにくいと。しかし、ゴキブリがですね、自動販売機の中に入っているのは事実ということです。